り。ご飯ぶりは壊れた。壊れたの？見せて。どこが？ここ。わあ、割れちゃったんだ。うん。これはもう直らないというか、ここについてたのね、こっちね。うん、あららららららら ら。壊れちゃいましたか。じゃあ新しいの買う？うん。これ1年生から使ってるやつ？そう。おお。3年間、ほぼ3年間お世話になったけど、あと残りの半分はじゃあ別のね。直して。ダメだよ、ダメだよ、やめてやめてやめて。バーってなっちゃうよ。白コロがびっくりして吠えちゃう。はい、じゃあ一応ね、防犯ブザーはね、持ってないとちょっとやっぱ心配だから買いましょうかね。新しいブザーを買いに行くぞー。ああおかえり。みなさんこんにちは、しゅんちゃんのりみです。今回は防犯ブザーを買ってきました。はい、壊れちゃったからね。うん、ね、ね、で、りみちゃんが選んだのはこれでございます。一応なんか抗菌で防水付き、名札シート付きとかいろいろ書いてありますが、何より一番の決め手は小さいことだよね。一番小さかったです。やっぱりね、なんか大きいとね、ちょっとなんか邪魔になっちゃうというか、まあ、リミも司法と一緒でコンパクト好きだからね。うん、大丈夫？充電？電池式でしょ。電池？うん、電池、電池入れてみよう。いけた？うん、まず1個目。うん、すごいちっちゃいネジだね。うん、やば。本体がちっちゃいからじゃない？そう、細くてちっちゃくて。いいじゃない。オッケー。鳴らしてみる？鳴らさない、鳴らさない、ダメダメ。鳴らしはしません、もう夜だし。はい、じゃあね、電池入れ、電池確認ボタンを押したら、うん、どう？おお、スコット、すごい、電池確認ボタンなんてあるんだね。多分ね、電池ない時はね、うん、赤に光るんだと思う。なるほど、変えてくださいってことだね。すごいね。ねえ、リミのさ、1年から使ってた壊れちゃったやつ、電池変えてないけどさ、切れてたのかな、電池。切れてない。結構持つんだね、じゃあね。あ、でも使ってないから持つに決まってるか。そっかそっか。ねえ、今度こっち壊れちゃったら、こっち、こっちにしようかな。うん、じゃあちょっとつけてみようか。このね、腕のところに、いつもはこのリングのとこにね、引っ掛けてたんだけど、うん、壊れちゃったからね。下は、うん、でもなんかそれ落ちそうじゃない？両方ダブルでつけてたらいいんじゃない？それも引っ掛けて、それもつけとけば負担が減るじゃん、その金具に対する。そっか。うん。うん、これでいいんじゃない？で、ちょっときつめに、あまり引っ張られないように。はい。どう？お、いいんじゃない？じゃあちょっとカメラに。もともとこうだった。いや、もともとこういうつけ方だったのかな。リミの前のやつね、ここの上にね、うん、こういうやつついてた。あ、そうなんだ。こんな感じですね。はい、こんな感じでつきました。はい、はい、いいんじゃない。うん、シンプルで、あんま目立たないのが好きだもんね。はい、じゃあこんな感じでね、ちょっと防犯ブザーはまだね、大事だと思うので買いました、新しいのね。はい、3年間約持ったから、あと残りの3年間これで過ごせるようにね、うん、したいね。はい、はい、君では、はい、バイバイ、グッバイ、バイバイ、バイバイ、チランカリャン、チランカリャン、かわいい。